皆さんの善なる意識に。こんにちは、カズマです。本日はいかがお過ごしでしょうか。今日も今日とて僕が感じることを皆さんにお伝えできたらなと思います。僕は空間から、皆さんの空間につながったり、宇宙の法則につながったり、断りを感じ読んだりすることができます。で、今現在僕が感じるのは、多くの人ができないことに目を向けてしまってる。自分が拙い部分に目を向けてしまってる。自分の不可能に目を向けてしまってる。自分のネガティブに目を向けてしまってる。日本人の特性でもあるんですけど、自分の苦手な部分を、悪い部分を良くしようっていうところがあると思うんですよ。でもこれをネガティブな気持ちで自分のネガティブと向き合ってしまうと、お察しの通り、いい結果って生まれないですよね。だから自分のネガティブな部分と向き合うときは、必ず自分がね、根本がポジティブになってくる必要があるんですよ。だってネガティブな人にネガティブな相談をしてもネガティブになっちゃうでしょ。だから自分の中のできなかったところとか、ここ直したいなってところは、必ず自分がポジティブな時に向き合うといいんです。だから疲れてる時とか、もうダメだ、何もできない、ああって時は、ネガティブなことを考えるのではなくて、自分の心をポジティブにする必要がある。で、ポジティブにする時、自分の心をポジティブにする時って、または自分がそれをポジティブになりたいなって時って、自分がね、ポジティブを感じる必要があるの。自分の心がポジティブになってて嬉しいなって時は、無意識に自分の心のポジティブを感じているわけですね。なので、まずは感じるっていうモードに切り替えて、自分のできない、不可能、拙いっていう部分に目を向けるのではなくて、どれほどあなたが美しいか、どれほどあなたが愛おしい存在かっていうところに目を向けていく必要があります。これはでも第一ステップではありません。第一ステップは、あなたの心に、胸に手を当てて、よしよししてあげること、トントンしてあげることが大事なんですよ。子供がね、何かできたら無条件に褒めますよね。それがすごい、別に美しい芸術家の出来栄えじゃなくても、できたことがすごい、成し得たことがすごい、頑張ったことがすごいって、ハードルがものすごく低いですよね。だから、今日生きた自分すごいぞ、今日生きたあなた本当にすごい、今日頑張ったね、めっちゃすごいじゃん。だって今日呼吸して、自分の生きるために、今日呼吸して頑張って、で、明日につなげようとしてる。できることやったよね。そしてしたいことも胸の内にあるよね。そんなあなたはすごいじゃないですか。できることに目を向けて、できないことに目を向けず、自分のハードルをグググググッと下げていくの。はあ、今日もこれできなかったではなくて、今日はこれできた、でもあれこれやり、あれこれ明日やりたいなっていう風に考えていく、モチベーションを作っていくんです。そう、今僕が伝えたいのは、できないこと、自分のダメなところに目を向けるのではなくて、自分の素敵なところに目を向けてみてはいかがでしょうか。そうすると、あなたのいい流れがさらにいい流れになって、幸せをつかむことが必ずできると思います。どうでしょうか。ダメなところ目向けてない？大丈夫だよ。あなたは最高なんだから。ただもっと最高になっていくだけ。応援してます。感じ考えることで世界は大きく変わる。フラットポジティブにね。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひぜひよろしくお願いします。福岡店まであと3日、10月12日、13日、14日と福岡の朝倉市で個展やってますので、ぜひお越しいただけたらと思います。
詳細はインスタグラムの方にお待ちしております。では、アディオス。